ちょっと痛みをね、この前さっきやったじゃん。うん。ちょっとピンチって思ったから、もう分かんない、ちょうど分かんない、どこが痛いか。うんうんうん。あ、強い痛みだから。うん、そう、強い刺激ね。うんうん、でもさっきのね、その痛みがね、かかってきますから。さっきの腰の痛みが。痛みどうですか、今。いや、そんなにないですね。終わった、面白いぞ。さっき痛かった。痛かったんですよ。ね、この辺痛かったんですよ。これ痛いかったね。どう？全然っていうか、でもないじゃん。ないですね。はい。はい、あのボード持ってきて。ボード。これ1万3000円。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。はい、ちょっと足を見てよ。なおさは。そろってる。あ、ほんとだ。そろってるね。なおさは。そろってる。そろってきた？うん。はい、見てごらん。さっきおかしいから曲がってる。あ、もう治ってるね。そういえば大丈夫。なったまっすぐなった？うん、まっすぐに行って、ね、さっきと違って。はい、では、さっきさん、立ってください。はい、立つ、はい、はい、横向き立ちます。はい、まっすぐ立ちます。なんか囚人みたいね。写真撮られてる。犯罪者みたいな。犯罪者みたいな。はい、おっと、おっと、ついてる。あ、本当だ。見とこだ。かわいがったよ。これ、ついてるんだよ。ついてます、頭。あ、その1分間だけだ。1分間。古瀬さん。いい。この方の背は見てますよね。ん？ね、簡単に。で、こんだけ変化。ちょっと早めに。はい、はい、はい。はい。点検をじゃん、点検。飛んでるか？飛んでるか？はい、反対。飛べな。おー。こうやって登るんだ。さっきしゃがむときもちょっと右に傾いてて、まっすぐでした。うまい。うまい。右でいけんけど。あ、こっちです。こっちですね。来ないですよ。ということで、今あれ、膝飛んでる。少しあるかな。いや、もう飛んでるんで、またただこだけですから。ああ。なるわけないんですから。ああ。もう全然違う。全然違う。もう姿勢が違います。そうですか、はい、うん、いや足が短いとか言われてたんですかね、うん、これ右足が、うん、これが短いわけです。 短く見えるだけですから。あ、もう切れちゃってた。ああ、みんな短いんです。みんな、みんなの長さ違う。ああ、違うわけです。でもさっき腰を押された時にどこ長さが同じになっていきましたね。一緒だ。あ、長さ足が短いじゃないですか、うん、ここにつけないか。ああ、位置がちょっとずれてるから。ああ、それだけ短くなってるじゃん。はい、なるほど。で、その原因が左です。はい、どうも。おお。おお。はい、横向きです。こっちがいい。こっちがいい。じゃあ、これをそう見たくないでしょうけど、これをそう見て立ちましょう。なんだよ。なんだよ。カメラが見てる。はい、じゃあ、こっちはまっすぐ見て。おお、すごくいい姿勢だね。すごい綺麗だね。ここの中にある。ね。そうかな、全くないですね。今ね。全然。ダメね。ごめんなさい。今、まっすぐじゃん。なんかちょっとほぐれた感じが。そう。背中が。ほぐれてね、良くなった。良くなった。ね、全然の位置が良くなったから。足が。痛みの怖さはないです。ないでしょ。ないですね。ありがとうございます。
もう今日のあの治療ね、向こうで十分食べてたの。長時間ありがとうございます。勉強になりました。これ今、持っていける。これはできなかったもんよ。おお、すごい。じゃ、65歳でこれだけできるっちゃ。まず、そんなに体型ってないもん。ないと思う。そしたら体型が危なっていけないから。なので、起きやすいんだろう。上から見てよ。で、いいですよ。いきますよ。おっ。すごい。こんな感じだった。すごい。おお。なんかほら。おお。すごいですか。みんなこれだけ動くんだ、実際な。あのテレビなんかでよくやるの、こう、なんかこうしながら。あいつ一緒やん。鶏。鶏。鶏になってますか、ちゃんと。なってるよ。それだけ動く。ね。ないところ。ね、これは可動域。これできるようになりたいです。可動域。へえ。すごい。老人施設いたもん。落ちながら、プロ高校生が大拍手がぶつかる。高校。すごい。顔、笛がなれば。大丈夫？大丈夫ですよ。まあ、大丈夫だっていうことは、ほら、さっきは怖かったじゃん。使わなかった。でした？できないはずでしょ、これは。これ、時間を置くのがいいんですか？何した？治療したんです、さっき。して、治療したから今ね、この状態が起きるわけよ。よくなったってことじゃん。すぐ後だったら違うの。はい、楽にした。いいですか。はい、力抜いて、ダラーンってしてダラーンと。はい、顎を上げて。もう自分で意識して。おお、なったなった。もっと楽に。まあ、可動域は少し狭いけど、こんなに動くんですよ。はい、ボトラック。そうです。はい、じゃあ、グッと顎を上げてて、自分で。そう。はい、戻して、上げて、そう。はい。上げる。はい。ほら、だんだんほら、尿取りが。ほんとや。顎を上げる。顎を。はい、ほら。顎を。そうです。顎を上げる。ね、ほら、ね、僕でしょ、はい、ありがとうございます。声が真面目だったら真面目になるのに私だけよく分かる。何だったらこれ